ジェネラル・アビエーションがマイナス43ジェネラル・アビエーションがマイナス43は1930年代に製作されたアメリカ合衆国の単発で10座席の旅客機である。5機が製作され、スイス航空、コロンビアドイツ航空公社などで使われた。1機は日本に輸出され、満州航空で使用が計画されたが、就航前に事故で失われた。フェアチャイルドのピルグム部門で、 バージニウス・クラークの設計で開発が行われたので、ピリグム150、フェアチャイルド150、クラークがマイナス43とも呼ばれる。初飛行の前に、ピグディム工場が GM の支配するジェネラルアビエーションに買収されたので、計画はジェネラルアビエーションに引き継がれた。1932年5月22日に初飛行したが、1934年まで製造は行われず、 GM がノースアメリカンの株式を取得し、ジェネラルアビエーションを合併させてノースアメリカンとしたので、製造はノースアメリカンとして行われることになった。金属構造の低翼単葉の旅客機で、当初固定足であったが、後に引き込み足に改造され、楕円断面の10座席の客室と独立した操縦室が設けられた。 引き込み足の機体4機が作られ、2機がスイス航空などで使われた。1機はフロートをつけて水蒸気とされ後に、コロンビアドイツ航空公社に売られた。ザ・セルリー・ボンズ・オブ・アース。ありがとうございます。